ホリエモンチャンネル。最近そうじゃなくて、あの直接日本語から韓国語に変換みたいなことが行われていて、このことは第三の言語みたいなのがコンピューターの中にできちゃった、いや要は人間が言葉を理解するのに、その中間言語的なものが脳の中にあるっていうふうに言われていて、だから英語でも日本語でもまあ理解できるし喋れる、だから基本構造のなんかもやっとしたこう言語のこう何かがあるんですよ、頭の中に。それがなんかコンピューター上にどうやらできてるらしい、でも解析できてないんですよ、それは。なるほどね。難しいですよね、やっぱ人狼はこう隠してることが多すぎるから。隠してること、囲碁とか将棋ってアブストラクトって言われるアブストラクトゲームっていう、その全部が情報が出ている、取った駒がここに置かなきゃいけない、これが使うかもしれないっていうのを全部見せなきゃいけないんですけど、人狼って基本的に頭の中で隠すことが多いんですね。だからそれがゲームとしてめちゃくちゃやっぱ違うから、解析がしづらいですね。しかも隠してる人数も多いですしね、みんながそれぞれ隠してるから、ね、将棋碁は全部一応見せてる、さっき言ったね、盤面上にもう全てがあるから、そのデータも残りやすいけど、そうですね、13人全員の頭を言えって言われても覚えてないし覚えてない、人間結構嘘ついたりするじゃないですか、あの終わった後に、いや絶対まるまる人狼だと思ってたよとか言っちゃうじゃないですか、お前絶対じゃねえだろってお前その時はちょっと信じてたろ、初め信じてただろとか終わった時点で嘘をついちゃうから人間は。私言ってたよみたいなこと。そこがやっぱりデータくださいって言われたら、うん、僕はあの時点で全部人狼だと思ってましたって言ったら、それがまた嘘になっちゃうからね。確かにね。なんかそれって解析、人間の解析が大変ですよね、あれは。実際にその人狼のボットみたいなのがあるんですか。今はそういうの作ってますね。ただあの自然言語がどうしてもやっぱネックになっちゃって、ここができないんで、今はこの昔 の, あのコンピューターゲームみたいなポチポチ式のやつ、こうコマンド選択式で今やってます。だから能力ね、予言者師王が出てくる、霊媒師という、で人狼にはそのなんか予言っていうか霊媒っていうかのチョイスがちゃんと与えられてて、人間は何も言えなく、あ人間も言うときあんのかな、人間も別に言おうと思えば言ってもいいんですけど、はい、で誰に投票するみたいな、そういうちょっと人狼ゲームの端っこというかだけをコア部分だけですね、やって前もちょっとコンピューターがやってるの見ましたけど、1試合が多分何分ぐらいですか、何秒ですね、そう15秒ぐらいで1回ブルルルル5日目人狼ビンみたいな、わかる、その初日全部ボットがやってる、全部ボットが15秒、そう、そうだからこの人はいきなり予言がドンって出てきて出てきて出てきて、霊媒師が出てきて、投票が誰に集まって、2日目誰が襲われて、2日目誰がっていうのがうわーっていって、4日目5日目に終わるっていうのが15秒ぐらいでやるのを、ザーって、普段うちらが1時間半ぐらいかけるものを15秒でやってる、15秒で、それ自体は食わせられるかもしれないですね。そうですね、それは食わせられる。デイさん何飲みます、お茶でいいですか。あ、お茶でいいです。あのそうそう、そのプレイしたデータは、あのディープラーニングにいけるかもしれない、あ、そのそっちの方が今主流ですごく AI に使えるのは、そうですね。だからその画像認識とかもそう。ああ、なるほど、うん。だから例えば今度Amazon Go っていう、あの無人コンビニを作るんですけど。ああ、あったあった、そうです。あれどうやってその商品買ったかとかを見てるかっていうと、全部センサーとか映像認識。ね。でこうピッてするわけじゃないんですよね。そう、鼻から取っても袋の中入れたら買ったことになってる、そのまま出ていいんですよね、お店。そう、そうあれを、あれは映像を解析してる、解析というか、まさにそれはディープラーニングなんですけど、ね、映像認識とかにすごく向いてるんですよ。だから例えばコンビニのレジで、あの年齢と性別入力されてるの知ってるでしょ、あれ結構いい加減なんだけど、その AI にやらせると、ほぼほぼ90何パーセントの確率で、例えば27歳女性とかって分かっちゃう。うわ怖っ私が10代に間違われることがないってことですね。ないってことです。AI じゃなくてもねえだろ。おい間違ってるのはバカだろ。ちょっとぐらい希望持たせてくださいもうそれぐらい性能が今上がってる。なんか自動運転車とかもそうだし、全部そうなんですよ。だから機械人狼というか、AI のボットにやらせた人狼を
最終的にその膨大なこう、まあ、データビッグデータを解析というか加わせて最終的にこう強い人狼ボットっていうのがディープラーニングでもできるかもしれないです。なるほど。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。今回一緒に乾杯した東京大学准教授鳥海富士夫さんは人狼をプレイする人工知能の開発をしています。人狼は騙す、見破る、説得するという行為でゲームが進まれていき、果たして AI にその行為は可能なのか、気になる方は鳥海さん著書人狼知能騙す、見破る、説得する人工知能を要チェックです。それから小玉たけしさんが代表を務める人狼ルームは秋葉原と渋谷に専属のゲームマスター常駐の人狼スペースを開設しています。初心者でも人狼好きでも楽しめる場所です。また渋谷にはドイツゲームスペースという人狼以外の様々なドイツゲームを楽しめるスペースもあります。いろいろなイベントも開催していますのでぜひ足を運んでみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？